東湯、東湯、東湯、1337年から1377年は、明朝開国の行進で、軍人、二次、元安貴象試験の出身、元の名は、東智則と言ったが、後に、主現象によって解明された。父の名は、殉教といい、林ン元安貴象法要圏で、元軍との戦いで戦死した。父の後を、 兄の友高が継いだが、病死したため1352年、16歳、年齢は数えどし、以下同じの時、東唯が継ぐことになった。東唯は常に軍の戦闘に立って敵陣に攻め入ったため、皆その勇気に感服していたという。1353年、主元将が長江北方にある日、元安気将、終士で放棄した際、東唯はこの軍に参加し、 官軍総監の地位をもらった。そして1355年、主元将軍に従軍して、長江を渡り、周喜び、玄南近占領に貢献した。さらに1356年、主元将は、ジョトールを大将軍として、主軍を預け、周辺都市を攻略した。東湯は、別動隊として広則、玄南地将戦場し、広則県を攻略し、その後で、 広光横元水に昇進した。東油は広則の守備を任される。そこを、社公を率いる元軍が攻めるが、元軍は大敗し、総監の武与坂へとその部下千人が捕虜となった。元軍といっても、その大半は民間武装組織を元朝が公認したものに過ぎなかったので、より強い組織になびくことは珍しくなかった。1357年。 東湯は捕虜を自軍に組み込んで、沈仙に移動し、古大会と共に、伊佐尾系、安岐省伊佐尾系紀州、安岐省鉱山市紀州区を攻略した。その項で、数密院砲丸に任じられ、その守備を任された。同年、元軍は、内族将軍の妖艦者、ヤンオールジョイに、兵十万を与えて、紀州の奪還を試みる。紀州の守備兵は、必ずしも、強くなかったが、 東尉はこれを激励し、何とか持ちこたえた。その間に、味方の古大会の軍が到着し、元軍を攻撃して破った。東尉はさらに追撃し、九年、鉱山市九年県、元、高生省、元県を奪って、兵三千を獲得し、さらに黄賀にある敵の基地を落とした。さらに百五十八年、リフミタダ、古大会と共に、水アスを攻略し、 朝倉卒の余り指定を破った。さらに北上して、順安、建徳を奪った。洋艦者は、反撃を試みるが、かえって破れ、理福ク,クルルが捕虜となり、軽度で、兵三万が降伏した。その翌月、ウールーレイで、洋艦者の主軍を破った。その後は、主元将の下に戻され、再び数密院の職を務めた。なお、傭観者が率いる、内族の軍は、 そこが悪かったため、その後、元朝に依頼された長島ことに滅ぼされ、残った内族の多くは、修験将軍に組み込まれたという。1360年、西の大軍閥、陳友良と修験将軍の決戦が始まる。この戦いの中で、陳友良敗下で、武州を守る東勝明が、修験将に降伏を申し出る。東裕は、 この降伏が敵の策略であるという情報をつかみ、夜を徹して200里、約1 0 0トルを駆け走り、夜明けに到達して、これを報告し、東勝明は逃走した。東尉は自軍に軍旗を厳守するよう命じ、武州を平定した。さらに陳と無領の部下で、上将を務める固定随が降伏し、辰沖、玄南将が主元将軍の支配下となり、なお、高徒府と改められた。 東湯は、厚生業省賛成主に任ぜられ、降伏した、宿州、高安氏を部下とした。ところが宿州、高安氏は、その待遇に不満を持ち、助通ルと共に、部将、玄武官攻略に加わるものの、反乱を起こした。宿州、高安氏もまた、内族だったらしい。彼らは、船で、ジョジ校から取って返し、夜に、高ト府を攻撃した。は、 側近数十機を引き連れ逃走するが、そのほとんどが撃たれてしまい、最後には、養子の馬を譲り受け、命からがら王天府に逃げ込んだ。主元章はすぐに、女刀ル二軍を返すように命じ、東湯、主文正と共に、これを鎮圧させた。その翌年の1363年、鎮と模量は、兵六十万を従えて、大戦団で達沖を攻撃する。いわゆる陽子の戦いである。 陳友良は、高徒府、玄南省を数百十に包囲した。東儀は、高徒府の武州門を守備した。陳友良は自ら軍を指揮して、城壁を破壊するが、東儀はこれを修復しつつ、防戦に当たった。陳友良軍の攻撃は、ますます激しくなり、三ヶ月にも及んだ。その後、ようやく、主玄将が、援軍に駆けつけ、陳友良軍を破り、さらに敵の本拠地、 武将まで落とした。あ、東は、陽湖南部にある、旧陳領の平定を命じられた。東勝明の弟、志差し清氏が、兵二万を率いて、英豊現行政小吉安氏、英豊県を守備していたが、東湯はこれを撃破、将軍級の武将54名を捕虜とした。さらに城すぐる春に従って砂子を、厚生昇進関係七子と鎮佐子村。 朝峰にある敵拠点を平定、さらに兵を進めて吉安、現行聖書を吉安し、監修、現行聖書監修氏を下した。その校で、1364年、28歳という、諸将と比べても異例の速さで、採行賞右上に昇進する。東湯は、王体が最新で、苦労を厭わず、兵に対して厳粛であり、降伏した相手には寛容であったという。 ガンのハンクルルが、兵卒が、略奪行為をしていると訴えた時には、東油は驚いて陳謝し、すぐに略奪者を探し出し懲罰を与えた。主元章は、ジョースグルハルが城陽を占領したのを機に、東油に城陽の統治を命じた。主元章は命令書で、東油よ、城陽を守備し、法令を厳守せよ。山中の取から基準する者や、平民の戸籍を整備し、 下級将校には、とん兵として工作と戦闘を両立させよ。開墾し、民を愛し、軍旗を守らせ、諸将から慕われるように努め、今はまだ孤高のような軍を、地母のように変えよ。私は汝を城のごとく頼っている。汝もそれに応えるよう努めよと訓示し、東予もこれに応えた。1367年、県御師大右御師大部に任じられる。 翌1368年、明建国の都市、大使悟徳を兼務する。北伐に際しては、政治将軍に任じされ、上、艦の兵を率いて、南洋、河南省南陽市以北の未占領地を攻略した。当州、河南省南陽市等が県、南陽に、進行、逃げる県軍を河原店河南省南陽県河原店で破り、四国甲羅二十六人を捕らえた。 さらに東北に軍を進め、隋、派、河南省平町山市要件、武陽、河南省、川岸武用県、路山、河南省平町山城山形を占領した。牛心、三井市、鉱山の敵拠点を攻め、人志、某、金、小の地を占領した。1369年、元は中華の地を捨てて北方に逃れ、囲碁北限と呼ばれるようになる。 1370年、大将軍所通ると共に、進む鳥子左副副将軍として、定義し、宿粛省帝西一攻略に従軍し、ココテムルを敗走させる。さらに別動隊を率いて川州、甘宿省林夏海賊自治州林夏市を占領、チベット・ドバンの諸州長を降伏させた。さらに、甲賀上流を西に進み、黒松林で敵を破る。 さらに川州西方の映画館、元チベット自治区チャムト東部、カラスカクラの諸部族を従わせた。監宿西北数千里を行軍して帰還した。後にその功により、開国タスク運水誠戦力武進、栄六大部、右柱国、守る国公、三軍国時に任じされ、六三千国を与えられた。1371年、民軍の職。 四川省攻略の際は、上用で兵の鍛錬と兵団を命じられる。1372年、達州、州の初番が反乱したため、進む南将軍に任じられ、州特攻、五領と共に平定を命じられる。東湯は、陽、高明を従えて、州、湖南省、県に出撃し、48道の敵を破って、反乱軍を鎮圧した。 1373年、右副将軍に任じられ、ジョトールに従って、西北に従軍した。1377年、都番の河村で反乱が起こったため、西々将軍として、牧医を副将軍に従え、鎮圧に向かった。軍を三つに分け、混論山脈で、敵兵一万を切り、馬牛羊十四万を捕獲し、拠点に兵を残して帰還する際、道中で山を得て、 受春、暗記症受験の地で数え41歳で死んだ。川王に追封され、竹淳と送りなされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。